な、なんでねさそないに色気を増すの。そら毎日男食うてるからや、男気っちゅうやつをな。杉田組イケイケ軍団の行動隊長菊永隆二です。よろしくお願いします。千葉銚子の黒潮に流れ流れて男行き、時岡達平です。よろしくお願いします。ヤクザ稼業に憧れて惚れて入った杉田君、グレンタ上がり今野恭一、よろしくお願いします。やるときはやります。花太一、よろしくお願いします。亡くなった総長がこんなこと言い張ったことがある。極道っちゅうのは排気ガスみたいなもんや。自動車走らすにはガソリンがいる。ガソリン燃やしたらきっと排気ガスが出る。排気ガスは嫌いでも自動車に関わり持たんやつはおらんやろ。それが世の中やってな。ええか杉田、わてが今あんたの言い分黙って受けたんは関西極道の仁義や。この次からわての前にこの面見せたらただはおかんで。ええな、よう覚えとき。空港建設反対の過激派が紛れ込んどるっちゅうことでえらい神経とんがらしとるんですわ。身体検査されるわ、油絞られるわ。なあ、あんたら大学生に見えたんやろか。そんなアホに見えるけ。見えへん見えへん、安心し。あんたっちゅう人はそんなにあの女が大事なんですか。危ないじゃないけ。もう向くのはわしの羽やれへん。リンゴリンゴやで。肝臓から肺にまで転移してますからね、もう手の施しようがありません。奥さん、名護ってあと1年。お気の毒ですが。特別室入ったらえらい待遇が違うもんやな。けど、ここ高いのやろ、おい。細かいことは気にせんと。あゆようなってや。はい、おげに頑張りますさ。頼りにしてます、ね。任せてちょうだいか。かしらも指くらいだが欲しかったら走ってやるんけ。しかしらも頼む。まかかえ、俺は1万5000の番台組に喧嘩売る気か。たとえ1万5000が100万でも、そちらさんの出方一つでいつでも受けて立ちますせ。あれ正気か。正気も減ったくれもそんなもんとうの昔に取り越してるわ。岩木さん、言うときまっけど、この先重宗の島に一歩でも土足で踏み込んできたら、うちら血の一滴が枯れるまで戦うしな。虫切れやと思って舐めてたらその首飛ぶかもしれまへんで。の家庭の奥さん方と同じことです。ただ子供が1万5千人もいて大抵思わへんけどな。さあさあさあ、ね、さあさあさあ、もう終わりや。分かんないな。あそこの坂崎っちゅうのはおじき腹と腹とするもんね。若いの我もええか、
極道の杯は一種の契約や。取引のつもりで利用したらええのやないけ。それが現代流ちゅうもんや。おじげ。いっそのこと寺田組解散して引退したらどうでしたろうか。安城しますぜ。おい、なんやて。契約やとか取引やとか、その辺の地べた屋のおっさんと変わらへんがね。あ、うんだよ。おじげ、大丈夫ですか。おんどれ野郎やらしたわ。おんどれはわしを油断させてやらしてあったやろ。でも今ね、あのガキはわし取りしたんで。隊長、なにボケたこと言えんな。こんなことしてられるか。三代とこ行ったのや。三代が寂しがっとる。三代とこ行ったのや。ちょっと待ってました、隊長。どうぞごゆっくり。ええか、あてらの惚れた晴れた玉の取り合いやで。あんたも極道の女やったら腹くくってものいいや。解散の可能性は？解散はしまへん。坂西いつも言うてました。この世のもんには何でも表と裏がある。人間も同じや。一万五千の極道と家族のもん誰かがまとめな。午前食べささな。この社会むちゃくちゃになりますやろ。見事や。この体、この根性。5億の値打ち十分にあるで。親分、私姉さんと杯交わしたいんです。何やて。夏美はん、何を言いますのや。私姉さんに惚れたんです。一生死ぬまで一つの道歩きたいんです。親分、姉さん、私これで生まれ変わりました。よろしゅうお願いいたします。わての方こそ。不要、ええ兄弟できてよかったの。これからわしにとってもかわいい妹分や。伊豆の敵きっと取ったる。お冬は、あんたもここらで極道に見切りつけて仇のわしの夢藩になる気ないか。いつからわしに命令する身分になったんじゃ。よ、どかんかい。どいたれや。やる気か。来るなよ、見守らさまで。
話は話せ。四代目の言うとけ。わしの喧嘩は正々堂々の真っ向勝負じゃ。いや、チンピラは嫌いよ。うちは姉ちゃんみたいな親になるもん。あんたみたいなチンピラ、チンピラの女になるの。ごめんやわ。やかましい。おい、こら、わしもな、天満の虎言われた瀬上正幸じゃ。おなごにこけだよ。お前黙っとると驚け。金なはれ、遠慮せんと金なはれ。我が女房を切れる少年残ってたら、あんたもまだ見どころあるわ。黙っとるんかい。角谷藩のお帰りや。お送りし。わてを誰やを求るんや。ここにおんのはあんたを産んだ母親やない、藤波組二代目霊代や。なめた口聞いたら殺すで。考え事したいよって、しばらく一人にしてくれへんか。無事やった。どないした、切れへんのかいな。引退が嫌やったらわてを切って三代目でも何でも継いだらええ。それくらいの根性あるやろ。どないした、はよ言われんの。母親のわてが頼んでもか。母親、そんなもんどこにおるんじゃ。わしの目の前におんのは鬼と違うんかい。アホ、母親やから鬼になれるんや。マートにかけられる息子を持って喜ぶ母親がどこにおる。みんな聞いてくれ。わしは今日までここにいる市会議員の春日井ら住民代表と何度も誠意を持って話をしてきたが、しかし残念なことにこういう結果になってまった。最後に一言だけ言っとく。この先頭崎組は暴力団じゃねえ。岡山で明治の時代から根を張ってきた伝統ある極道の一家だ。みんなわしのこのビルのせいで暴力団の抗争に巻き込まれる心配があると言っとるが、わしを追い出したらそれこそこの岡山には日本中のヤクザどもが流れ込んできて和役者になってまうと。今の社会も警察も腐り切っとる。よう見とれ。これが本当の極道っちゅうもんだ。いいわけはしゅうだな。
ええー、極道になるやろ。親子や頑張ってちょうよ。あいつあんたを売れってんだ。すごい美人だから1000ドル出すって言うんだ。だったの。もうちょっと若ければ1万ドルも惜しくないそうだ。お姉ちゃん、わしは今度千の崎親分の身内になった常石力夫っちゅうもんだ。何かあったらすぐ事務所に行ってちょ。最近ややこしいのがぎょうさん流れ込んどるでね。コーヒーと野菜のサンドイッチもらうわ。おめえら同じもんで結構です。お姉ちゃん、同じの3つちょ。やさん山頂。おら、ヤーさんとはなんだ。すいません。わしらヤクザと違って極道なんや。兄貴。あ、ヤーさんって野菜サンドのことですわ。なんだ、英語系や。姉さん、うちらの勝負まだついてへんで。ついてるわ。うちとはえらい違いや。よし、空気も美味しいでしょ。本当は手放したくないんだけど。さあ、お茶でもどうぞ。おおきに。お値段だったらまだご相談できそうよ。そうでっか。まあな、飲む打つ買うの三拍子揃うたわるが極道の世界に入るんやさかいな。それに片木さんの貧困法制を求めるのが土台無理かもしれんな。お父ちゃんかて今でこそ収まった顔してあるけど、なかなかのもんやったで若い頃は。やみやろもな。あんたらの亭主かて以前に比べたらマシになった方やで。そんなんもうむちゃくちゃやったわ。中学校もろくすっぽいかんと町でゴロ米取ったんお父ちゃん拾ってきてな。わてが預かったんはええけど行儀しつけのいろはから引っ込むのに喧嘩腰やった。もう気の荒い子ばっかりでな。あかなよ、うん、あ、出た。しっかり飛ばしたらシャモみたいに飛びかかってきよる。中でもケータや。ほんまあの子には手焼いたな。好き嫌いが激しゅうて肉しか食べへんのや。今かてそうですわ。そやろ。せやから肉抜きのおかずしか作ってやらなんだ。そしたら1週間2週間おかずなしでご飯だけ食べていいじゃ張り通しよった。お父ちゃんが堪忍したら言うてくれへんかったらわてとの意地の張り合いどうないなっとったやろな。惚れ抜いて一緒になった男ややられて悔しゅうな女がどこにいてんねん。
どうした逃げも隠れもしまへん。見ての通りや。よろしゅう頼みますわ。結構な豪酒でおました。心ばかりの偏杯でおます。どうぞ。あの女すんなり返してもたんじゃい。姉さん、おのれまじゃこの場でぶち殺しとったらさっぱり肩がついとったんじゃい。おバカもんはおのれじゃ。それの女がパイナップル大とったんわからんかったんか。下手に持っといてみ、この場におったわしら全部一緒ごたにぶっ飛ばされてるとこや。ほんだら、皆さん、あの女噂以上の名義つねや。殺されたこともわしらに命狙われてることも百も承知で、とことん頭下げきるよった。こらヤクザ、こらヤクザ。おいヤクザ、現場に誰と誰がおったかもう一遍言うてみえ。ですからな、退院届を出すのを忘れて病院に戻ったところ銃声がしました。駆けつけてみたら女が一人倒れておりました。現場には誰一人おりませんでした。嘘つくな言うとんじ。おいこれヤクザ、もう一遍言うてみ、ほんまのこと喋るまで許してらんぞな。よヤクザ。ですから退院届を出す。嘘つくな言うとるんじゃ。病院に駆けつけたら銃声がしました。もう一遍言ってみえ。ですから退院届を忘れたのに気づいて病院に戻ってみる。ほんまのこと喋るまで許してやらんぞ。おうち、撃たれ。お腹の赤ちゃんテテナシゴにする気か。うちにはうちには姉さん撃たれ。甘ったれんやないで。極道の男に惚れたら女は地獄。極道の女やったら惚れた男のために親かて殺せ。この線でどないするんや。撃て、撃たんかい。お部屋どこにて歩いとんじゃ。ちょっと待ち。なんやと。笑わしょんない。お部屋だ。おのれじゃこら。Thank you.
のご一党様に申し上げます。私は大阪は南に11代三倉組組長と村木俊作の妻冬でございます。極道の女として格いたすほかなく、ただいまけじめをつけさせてもらいました。堂本組はな、いくら困っても苦しかっても薬だけには手出さへんかった。親が泣くで。親みたいなもんおるかい。そんなもんな、生まれてからこっち一遍も拝んだことなんかないわい。ちょっと親切にしたから言うてな、おふくろ面すんな。ノボ、わしら辛抱できまへん。なんとか言いなれ。待ちや。お父ちゃんはもう引退した人や。組長の言うこと聞けもんは仁義言う資格はないのとちゃうか。すいません。あんたら組長とどんな杯したんや。親子杯した以上、白いもん黒やと言われても親に従うのが作法やないのか。人間死んだらおしまいや。どうもとマスキチーうたらチートは知られた極道や。それがこない寂しい葬式とはな。そやけどな、余裕で生き恥さらさんでよかった。家では待ち、忘れもんや。ただの遊びや。あの女しつこでかなわんねや。もう知らんと。弊社、これ見てください。刑務所からの手紙、どれもこれも書いてあるのはみんな姉さんのことや。面会に行く時も姉さんと同じ紙にせんと喜ばへんね。姉さん、うちらの夫婦になれんのはあんたのせいや。うちを抱いてる時もあの人が考えてんのはあんたのことや。つらい、つらいばっかりやった。分からへんやろ、あんたには分からへんやろ。うちは姉さん好きや。憎むこともできへん。どないしたらええんだよ。人間の絆っちゅうのは悲しいもんやな。地獄極楽、神一重や。
三代親分の後を継ぐのは佐渡拓磨という極道のほかわてには考えられまへん。かやさん、ほんまにほんまにええのか。はい。大喜利、大喜利、これで佐渡拓磨生き返ったわ。夢と違いやろな。夢と違いやろな。夢と、痛いわ。傷害事件で2年撃たれて刑務所出てきたばっかりです。よろしく頼みます。私は3年で退学、遊びすぎが原因。あなたは卒業してられましたわ。ママ、おとらえ来ました。ジャージー、わしの言うこと聞け。喧嘩はな、大賞取ったら勝ちや。アメリカとイラクの喧嘩見てみ。あんだけ金を放り込んでも、大賞を取る損ねたばっかりし、イラクの楽器はまだピンピンしとるだけ。我はそんな少年で、人間一匹取れると思うとおるか。うちの力では、ちんちんに溜まったも抜けても、心の中までは掃除できへん。行こう。行かへん。どうしたんや。あんた、もういっぺんあの女に会わなあかん。欲しいもんは自分の力で取らない男やない。ラジカセも炊飯器もあんたにあげるわ。こんなガラクタいらん。うちと一緒にいたらあんたもガラクタになってしまう。来るのか来ひんのかはっきりせえや。いかへん。うちはシンが死ぬほど好きやし、シンにだけはちゃんとした人になってほしいで。いかへん。姉ちゃん、姉ちゃん、乗りな。ありがとう。今難しい。どないしたんや。堪忍、彼氏迎えに来てくれたわ。おお、そらよかったな。よっしゃ。こら、何するんや。こんどるババア。ババアやって、主人の仇取らせてもらいます。お嬢しや。極道は一歩でも引いたら地獄や。こうなったら手段は選ばへん。何が何でもわてが北陸の女極道は坂松組25,000のてっぺんに立ってみせたるわ。
か。すぐに立つ。夜までにはそっちに着くやろう。誰にも気づかれんようにするんや。迎えもいらん。事務所で次の指令待つんや。女とかさっかりで井戸海と大する気や。お前みたいな腐れ毛を片付けるには女とかすで十分や。この一発の玉で井戸一家は新しい道を歩いていく。死ね。おい、いつまでもおかしいや。おい、こら逆さに塗っても おつゆ一滴残ってまへん。帰っておくれやす。何言ってる。ぶとい歯ごたえ一心こんぶとう。おかえりどっせ。こんな時におかわりやてる。うひょ。